There was once a martial arts temple known as Ling Sheng Su. Though the temple had a long and prosperous history, it would take only one night for it to be reduced to ruins. The sole survivor was a man named Killick. Training under the old man known as Edgemaster, he worked hard, learning secret techniques for resisting the cursed sword Soul Edge in preparation for one final battle.様になってきたが、目指す領域にはまだまだ遠いの。何が足りないのでしょうか。均衡が肝要なのだ。邪気が押してくれば引く、引けば押す。その均衡を保つことができれば、たとえ身の内に邪気を宿していたとしても平静でいられるだろう。そしてその技を 極限まで突き詰めるのだ。末法教の力を借りずとも、お主がお主でいられるために。はい。キリクよ、甘んじることなく修行を続けよ。超真露骨、文字通り心に彫り骨に刻むようにして身につけた技のみが価値を持ちうるのだ。 外なる敵を目にしながら、内なる邪気を制しつつ戦う。そんなことができるのだろうか。 今は末法教の助けがあるから、体内の邪気を抑えていられる。しかし、その支えを失った時には、いつどんな時その必要に迫られるかわからない。いざその時になって慌てたり気負ったりするようでは、平常心で戦うことができない。それが師匠が言わんとすることなのかもしれない。 続けてんのか。ああ、日課だからね。精が出るな。それでもまだまだ修行不足さ。末法教がなくても邪気を制御できるくらいにならないと。それ必要なのはわかるけどさ。それにもう少して何かつかめそうな、そんな気もしてるんだ。それじゃあ、たまには実践形式ってのはどうだ。いいのかい。 もちろん。そして、やるからには負ける気はないぜ。バトル1、ファイト。 そこか。はい。ぬくわ。てやぬくわ。てやぬくわ。てやくらいわ。せいぬくわ。いや。そう。せいぬくわ。てや。 僕は、手加減なしで頼むよ。
紙一重で。うわっ、セグアー、うわー、臨床時梱包を置いて、うわっ、巨神にて打ち抜き、うわー、急所は外した。セグアー、なめ、うわっ、やるじゃねえか。ドッタロー、まだまだだぜ。ファイト。セグアー、ちゃわれろ。セグアー、やるじゃねえか。だがちょっと攻めが荒いんじゃねえか。そうか、何がいけないんだろうか。そうだな、攻めだからって何でもおせおせでいいってもんじゃないだろう。お前は相打ち覚悟っていうか捨て身というか、そういうところがあるな。押すだけではダメか。なるほど。そうそう、守るべきものがあるやつってのは自分も生き残ってこそなわけで。おい、聞いてるのか？うん。やれやれ、熱心すぎるのも考えものだぜ。なるほど、これが臨床時風の組手の作法か。ああ、俺は剣術のことはそれほど詳しくないけど。じゃ、試しに行ってお手合わせ願えるかな。うん、ぜひよろしくね。One, fight!
組みしやすいということか。どのあたりが？そういう意味で言ったんじゃないんだけど、そうだな、踏み込むべき時ってところで躊躇があるのかな。私が女の子だからって遠慮してるんじゃないの？そうか、押し引きの均衡が寛容といっても、押すべき時に押さなければ局面を見極める冷静さこそ、強い決意があってこそ信頼してくれる人もいるっていうか。ってちょっとキリク聞いてるの？うん、でももしもし、ねえマキシもなんとか言ってよ。こうなると自分の世界に入っちまうんだよなこいつはさ。それってそれだけ集中力があるってことなんだろうけどさ。こういうやつは誰かが支えてやらないとな。ちょっとそういうんじゃないし。またまたトカゲ野郎のお出ましか。こいつら私ちょっと苦手かも。臆することはない、やれるさ。足切り、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 足切
決戦の時は近い。そんな気がするな。大丈夫よ。最近は修行の成果も出てるんじゃない？ああ。しかしこればかりはやってみなければわからない。ま、そんなに背負い込むなよ。お前一人で戦うわけじゃないんだからな。ああ、頼りにしてるよ。なかなかいい組み合わせかもね、私たちって。ちげえねえ。向かうところ敵なしってやつか。よし、行こう。何が待ち受けていたとしても屈しはしない。